アン、アレマイナス50は、自己防衛兵器の一つであり、敵の対空ミサイル攻撃から、航空機を守るため、1996年から配備が開始されたアメリカ合衆国製の栄光型で濃いシステムである。代表的な ECM システムであるアン、アレマイナス50は、アメリカ空軍、アメリカ海軍と、米レーセオン社との合弁事業によって開発された。 飛行テストと実戦の両方において、アン、アマイナス5 0は、実弾発射された、死体空、空対空の、両ミサイルを無効化することに成功した。現在、空軍、海軍、海兵隊やイスラエル空軍といった複数の軍隊の、航空機に搭載、運用されている。このシステムは、レーセオンスペースエアボーンシステム社の、カリフォルニア州、 これ他の施設で製造される。アンあれマイナス50のデコイ本体とデコイ、格納ボックスデコイは、機体後方に、ケーブルで栄光されるアンあれマイナス50システムは、通常は、航空記憶下のパイロンによって搭載される、制御装置と格納、繰り出し機構、そして一つまたは、複数の栄光式デコイ本体より構成される。制御装置は、デコイの制御、監視、 電源供給を行う。デコイ本体は密封された、円筒形のキャニスターで構成され、10年の使用期間を持つ。ス -16 最初に開発されたス -16、ファイティングファルコン多用途戦闘機用のシステムでは、制御装置とデコイ2台が収まる格納、繰り出し機構が統合されて、パイロン搭載が可能な一体型となり、 両翼下に本機を搭載すれば1機の F-16 で最大4台のデコイを運用できる。カイ、A-18E、カイ、A-18E、A e、カイ、スーパーホーネット戦闘攻撃機用のシステムでは、制御装置はインペクと呼ばれる、機内搭載の標準制御装置が1台と、デコイ3台が収まる、デコイ格納部1機によって1機のカイ、A-18E、回、e、で、 最大3台のデコイを運用できる。B-1B-1 ランサー、戦略爆撃機用のシステムでは、インペクを2台とデコイ4台が収まる。デコイ格納部を2機搭載すれば、1機の B-1 で、最大8台のデコイを運用できる。回 -14D アン、あれ -50 の使用時には、母機のはるか後方に、ケーブルによって栄光されたデコイから、電波シグナルを放射する。 敵ミサイル自身が追尾用のレーダー波を発している場合でも敵航空機がレーダー波を発してミサイルを誘導している場合でもこれらの誘導用レーダー波に対して本来の反射波より強い電波を放射し反射波として偽装することで母機の位置を疑瞞して敵ミサイルを誤った位置に誘導するこれにより敵のレーダー誘導式ミサイルから航空機と乗組員を守る 1996年、アン、アレマイナス50は、カイマイナス16条で、初めて配備され、カイ、A-18E、F と B-1 でも運用されて、ボスニアとコソボ、アフガニスタンで成果を上げた。米陸軍の飛行士たちはこのデコイに、小さな相棒というニックネームをつけた。アン、アレマイナス50は、より多くのプラットフォームに搭載が可能とされる。 統合脅威防御システムであるアン、アルック -1849 に統合されている。最新の生産計画によれば、2010年10月までの出荷予定分を合わせれば1048台に及ぶ。イスラエルでは、ス -16 へ搭載している、hatabraytheon.com a r e 5 0 p d f レシンプロダクトブロシア ロンノルディーン長高橋不彦監訳、役、茂沢厚子役、現代の航空船、原書房2005年5月15日第1冊、発行 ISBN4 から5 6 2 0, 0 3 8 6 9 1 p 5 0 7レイシーン、SR-50 リトルバディデコイズ。ディフェンスインダストリーデイリーアーティクル、http www.defenseindustriedaily.com。 レイシーンズアレイ50リットルバディでコイズマイナスレイニゴ73ありがとうございます。